ご視聴ありがとうございます。今回はこの前コメントで T シャツなど買い替えグッズが欲しいとコメントたくさん来たので、それについてちょっと撮影の合間に社長に聞いてみました。短い動画ですがぜひ見てください。社長この前コメントで T シャツとか買い替えグッズを販売してほしいっていうコメントが結構来てたんですけれども。あのコメントね、はい、すごい嬉しいね、はい、うん、あの買い替えって書いてあるスタッフ T シャツ、あ、スタッフ着てるもんね、が欲しいっていう、本当にそれを着て演芸をしたいという。なんか恥ずかしいな、そんな大したことないのに。ちょっと恥ずかしいでやめとこうかな恥ずかしいはもうちょっとやっぱりね、はい、もっともっとねちゃんと僕勉強したりとか、はい、やっぱりしっかりとした、まあ、僕らの、まあ、開会もスタッフみんな頑張ってくれてるけど、まだまだ未熟のところがあるから、皆さんのところにねやっぱ例えばトヨタとかね、まあ、例えばそういったステッカーとかあるじゃないですか。まあそこまではまだ行ってないんでない。だから受けれるようにはね頑張ってやっていくけど、でもお客様の声を無視するわけにはいかないから、はい、まあ約束するよ。だから来年ぐらいには植物物語か、あ、植物家族やね、植物、はい、家族の通販サイトで一旦売りますよ、作りますよ、うん、全然いいですよ。まあそのからチャンネル登録数ももっと増えていかないと、やっぱその T シャツ買って1枚2枚って作れないから、はい、まあ、最低でもやっぱり50枚ぐらい作らないと1枚の単価コスト一気に上がってまうんですよ、うんで、もっともっとね、なんていうかな、まあ、作る枚数にもよるけど、うん、作る枚数が20枚とめちゃくちゃ皆さん7000、8000ぐらいになってしまうから、うん、やっぱり皆さん2000か3000ぐらいで欲しいでしょ、はい、ね、まあ、そこを目指して頑張っていきますが、どうしたらその2000、3000ぐらいまで、ね、値段を落とせて、皆さんが海外の T シャツで、うん、着てくれる。だから僕のデザインがいいの、それとも外注したもんね。社長デザインじゃないですか。でも俺も絵上手な人たくさんいるからな、谷さんとかな、めちゃくちゃ上手やな、世界ランキング似顔絵コンテスト、もうあれベスト5ぐらいに入ってるんじゃないかな、知り合いたくさんいるんですよ、ヨーロッパの方でもね、僕の似顔絵描いてくれた人もいらっしゃいますし、まあ、言いますと専属じゃないんですけど、うちの T シャツのバックプリントとかをねデザインしてくれてる人もいますし、いろんな人がいるんですけど、まあ、僕も絵大好きなんで、僕の T シャツも僕が描いたデザインでもクレームなしやったらね、シンプルなのやったら僕でも作れますんで、僕はとにかくシンプルが好きなんで、はい、だからこんな A4 版でこう貼るよ、あれなんだもん好きなんで、やっぱりちゃんと型作って、ちゃんとそんなのね、はい、A4 版ってベタってこう塗ってるタイプ、はい、わかるでしょ、このなんか名刺みたいな感じの四角で、ここに絵が描いてある、はい、言われてしょ、あれって結構安く作れるんですよ、はい、あれ貼るだけやから、でも型を抜いてる、ね、これこんな感じ、こういうのって結構難しい、これインさん、はい、これ何の絵描いてるのかちょっとわからない、パキポディーン、パキポディーンの絵、こんなのやったら僕でも描けるから、僕でもって言うと描いてる人にするんだけどかける、うん、かけるかい、そういうの販売してほしいらしいです。あ、わかりました。ちょっと値段はするよ、だって嫌やな、あの洗濯したらベローンってなって嫌やなそうやろ、確かにそうやろ、はい、あ、なんか L サイズ買ったのにか S サイズになって洗濯したらあれやろ、うん、そうやろ、で絵文掛けにあれしてたらこうベローンって伸びてたり、はい、ここずっと残ってたり絵文掛けのとかだからアメリカの結構いい素材の T シャツをうちのスタッフ着てるから、はい、結構いい素材の着てる、あれにも値段よるんでね、うん、なるべくやっぱり3000から4000ぐらいで売っていきたいね、うん、うん、ね、やっぱ2000台はちょっときついかな、いい T シャツか素材の着て使うと、うちはアメリカのメーカーの T シャツ着てるね、でそこに印刷かけてやってるんですけど、はい、出ていいですよ、ぜひご検討お願いします。わかりました、ありがとうございます。